皆様方こんにちは。本日は少々雨が降っておりまするが、まあ気にせずに参りましょうか。オープニングエンドはようこそ。あっ、いたしましたところで、皆様方こんにちは。ありがとうございます。さあ、刀には湿気が天敵ということで傘をさせていただきましょう。先ほども申しました、私は橘家資料館ミュージアムキャラクター橘雷霧丸と申します。およそ3年ほど前、人の姿として皆様の前に現れ、博物館活動、そして柳川の大河ショーしなど様々なイベントも応援してまいりました。当世にては皆様に橘家の歴史を楽しんで学んでいただくため、まあ私はあまり歴史演舞なるものはいたしておりませんが、このようにお外に出てパフォーマンスを行ったり館内ツアーなどをいたし、皆様に歴史を広げております。さあ、本日は雨が降っておりますゆえ手短に終わらせていただきますが、これよりは名乗り講座を披露いたしたいと思います。そして皆様も見ていただくと分かりますように、イチョウの木も黄色くなる前に随分と散ってしまっておる分もございます。さあ、このイチョウの黄色に私の黄色も本日はお出しして表現いたしたいと思います。では参りましょう。皆様方名乗り口上とくとご覧なれ。波間を飛ぶ千鳥のごとく舞い、闇を切り裂く雷神のごとく閃光で、同席様、嬉しげ様、人知の姫様、御御柱を守り立てまつる立花家の天道朝礼、この身に宿りし妙なの力を尽くし、我が主にあたらす乾物は人斬りにこそ切りする。我は朝検証の立ち合い立花雷霧丸剣山、ありがとうございます。名乗り登場でございました。では皆様方、ここからのお時間はクイズコーナーなるものをいたしたいと思います。
死闘を褒めると時間で終わらせまするが、このクイズコーナーではぜひ立花家に残る歴史を皆様に楽しんで知っていただくために、私より立花家に関するクイズをこれから3本お出しいたします。選択問題となっておりますゆえ、私が問題を出したのち A か B か C かと皆様に聞いてまいります。皆様はここだと思うところでぜひ軽く手を挙げてくださいませ。そしてただ答えよという手を抜けるはございません。こちらのクイズコーナーぜひお答えいただきますと、正解数が多い順に3名分景品が待っておりますから、ぜひ皆様方お気軽にチャレンジしてみてくださいませ。まずは参りましょう。第1問、柳川藩の初代藩主立花宗茂様についてでございます。立花宗茂様にはその史実を語る上で欠かせる2人の父親と呼ばれた存在がおりますが、それは大名大友氏の重臣2人でございまするが、そのうち実の血のつながりがあるのが果たしてどちらでございましょうか。 A 風神とより恐れられた高橋将軍様岩屋城長子、 B 雷神とより恐れられた立花山城長子鉄器道祖様。さあまずはこの2択でございます。では参りますよ。A の高橋将軍様ではないか、小さく手を挙げてみてくださいませ。1名、2名、3名、かしこまりました。では B の鉄器道祖様ではないか、雷神、1名、2名、3名、4名、かしこまりました。では正解を発表いたしますと、A の高橋将軍様が正解でございます。ゆえ先に挙げられた3名の方が正解でございます。宗茂様は高橋家の跡取り息子として長男として生まれられましたが、いろいろに戦国時代の事情が分かり、まあ泣く泣く将軍様は宗茂様を立花山城へと婿養子として送られたのでございます。その立花山城で宗茂様は道節様の息子として生涯を生きていくのでございますが、立花家の初代当主は鉄器道祖様でございますゆえ、正式に2代当主となられたのが立花宗茂様であり、後に柳川藩の初代藩主となりました。さあ続いて第2問、私雷霧丸という刀についての問題でございますが、雷霧丸とはその名の通り雷を切った刀と書いて雷霧丸と呼びます。まこと本当に雷を切ったという伝説を持っておる刀でございますが、その刀が雷を切る前別の名前がついておったのでございます。果たしてその別の名前とは一体何でございましょうか。 A 太刀千鳥、 B 太刀つばめ、 C 太刀わかりと。さあお次は三択でございまするが、皆様方準備はよろしゅうございますか。聞いてまいりましょう。 A の太刀千鳥ではないか、1名、2名、3名、かしこまりました。では B の太刀つばめではないか、1名、2名、かしこまりました。では C の太刀は渡り鳥ではないか、おなのでございますが、本日はまこと参加数が少なくございますが、皆様後ほど料金を取ったりなどいたしませんか。ぜひ景品が欲しいという方はここに軽く手を挙げるだけで構いませんぞ。一応もう一度聞いてまいりましょうか。 A の太刀千鳥だと思われるお方、1名、あ、ほとんど増えますね。1名、2名、3名、4名、5名、6名、和気あいあいといたしましょう。では B の太刀つまめではないか、1名、2名、3名、4名、5名、かしこまりました。では C の太刀渡り鳥ではないか、これはスッキリワンドでございます。かしこまりました。では正解を発表いたしますと、 A の太刀千鳥が正解でございました。私はもともと雷霧丸という名がつく前、千鳥と呼ばれる太刀でございまして、私の所有者こそ鉄器道祖様、雷神と呼ばれておった方で、宗茂様のもう一人の父親にあたる人物でございます。なぜ雷神と道祖様が呼ばれておるか、道祖様こそが雷を切られたというご本人でございまするから、
そして私は道雪様の後継ぎとなった濡れ茂様へと受け継がれ、代々立花家を渡ってまいり、当然にて人間の姿を得て、今はあちらの立花家資料館の蔵の中に収蔵されております。では最終問題参りましょう。最終問題は立花家資料館ミュージアムキャラクターについてでございます。さあ、このミュージアムキャラクター、雷霧丸、立花雷霧丸、覚えていただけましたか？ぜひ本日私のことを覚えていただいたのであれば、あと一人ずつ覚えて帰っていただきたいものがおります。ミュージアムキャラクターはもう一人おりまするが、そのもう一人とは一体誰でございましょうか？ A 柳川藩初代藩主立花宗茂様、 B 宗茂様の正室にして鬼道雪様の娘である、一人娘である銀千代姫様、柳川藩の以外の藩主宗茂様の後継ぎである立花忠茂様、 D 私は刀の化身でございます。平和銃の化身隅縄。さあ、最後はこの四角でございます。選択が多い上、もう一度申しましょう。 A 立花宗茂様、 B 銀千代姫様、 C立花忠茂様、 D 火縄銃の隅縄。さあ、この4名の中で現役活躍中の者は誰か聞いてまいりましょうか。 A の立花宗茂様ではないか。お、1名おられましたかな。ありがとうございます。2名でございましたか。ありがとうございます。実はここ2ヶ月間このクイズコーナーで立花宗茂様と上がったのはあのお二方がこの2月ぶりなのでございますよ。ありがとうございます。がさあ、では B の銀千代姫様ではないか。1名、2名、3名、4名、この辺りから安定に上がってくるのでございますよ。5名、6名、ありがとうございます。では C の立花忠茂ではないか。2代藩主、1名、2名、3名、4名、かしこまりました。では、D、火縄銃の化身、隅縄ではないか。おりませるか？これはおられませんか？かしこまりました。では、正解を発表いたしますと、C の2代藩主の忠茂が正解でございます。おめでとうございます。ね、そう、ミュージアムキャラクターは、私が、日曜日、二代藩主の忠茂が土曜日に土日交代制を行っておるのでございますよ。ぜひ皆様が釣り穴側に来られるときにはまた日曜日にお越しいただければと思っております。忠茂のものを見てもあまり面白くございませんから、かというあやつも大丈夫でございますゆえ、ものすごく上からものを言うてまいりまする。しかし私は皆様方を丁重に家臣として丁重におもてなしさせていただきますゆえ、私のパフォーマンスはきっと気持ちよくなって帰っていただけると思いますが、こういうふうに媚びを売るところが私の悪い癖だと友から常々言われておりますゆえ、この辺りまでとしておきましょう。では皆様方、これよりクイズコーナーをしまいといたし、正解数を聞いてまいりますが、見事全問正解なさったお方はおりますか？全問正解はお一人おられますか？おめでとうございます。一人だけでございますが、おめでとうございます。では2問正解、1名、こちらは1名でございますから、おめでとうございます。さあ、では1問正解、この辺りでドドドッと上がってまいりましたが、かしこまりました。では1名正解の皆様、軒下に出てくるより少し前に出てきていただいてよろしゅうございませんか。景品の枠は3名分ございます。1、2が決まっておりますゆえ、あと3の1枠分、これより私によるじゃんけん合戦で決めてまいりたいと思います。さあ、私にじゃんけんで勝ったお方に最後の1枠をプレゼントいたしましょう。では参りまするぞ。じゃんけんに参戦する者は拳を天高く突き上げ、参りまするぞ、せーの、最初枠じゃんけんぽん。さあ、私はパーを出したゆえチョキを出されたお方が残りの
関するのは1名、2名、3名、4名、5名、かしこまりました。ではこの5名の分が今一度真ん中の方にキュッと集まってくださいませんか。ソーシャルディスタンスを保ちつつ少しの間隔を空けてお願いいたします。さあ最後の5名の中から一体どなたがチョコ、言うてしまいました。すみませんが、チョコレートを獲得できるのでございましょうか。では参りましょう。拳を手高く突き上げて、今一度、せーの、最初はグー、じゃんけんぽん。さあ、私がチョキを出したゆえ、グーを出された方が生き残りでございますな。さあ、では、最後はお二方でございますゆえな。一騎打ちと参りましょうか。最後お二方迎えで一騎打ちと参りましょう。せーの、最初はグー、じゃんけんぽん。おめでとうございます。チョキを出されたお方にまずは最後の景品をプレゼントいたしましょう。先ほど言ってしまいましたが、このクイズコーナー限定チロルチョコを差し上げます。こちらのチロルチョコ、嬉しかったのが21年とまた方々2代の楽しみが代表がラベルとして印刷されているここでしかない限定品でございます。では2位のお方へとプレゼントを差し上げましょう。こちらもチロルチョコでございます。あ、おめでとうございます。そして1位のお方は白いそこに加え1位の特典として私のチケットホルダーをつけて差し上げましょう。おめでとうございます。こちらのチケットホルダーマスティングモデルでございますからさ、ぜひともご活用くださいませ。さあ、これにてクイズコーナーはしまいでございます。皆様ありがとうございました。では最後に最終演舞を披露してこの場をしまいにしたいと思います。皆様方、本日は雨も不況の中最後までお付き合いいただきありがとうございました。最後は演舞雷神にてこの場を締めくくりたいと思います。では参りましょう。最終演舞は雷神、皆様方とくとご覧あれ。さあ、エンブライジン始まりのスタジェットの強者が相手をられますれば手拍子にて盛り上げてくださいませ。お願いいたします。このエンブライジン、私がせーのという合図を皆様に送ったらぜひ皆様は私の真似をして共に踊ってみてくださいませ。しかしこの踊り、初見殺しとしてすっと有名でございますという大変難しいことになります。参りましょう。エンブライジン、一度は夢をただ狂え。はっ、
私の演舞も終わったところで少し雨が上がっておりますが、最後に一つ皆様に柳川の方言をお教えしてこの場をしまいにしたいと思います。柳川ではゆったりと、はたまたまったりと、のんびりと、そういったニュアンスをコッポラーッと申しまする。コッポラーッと、コッポラーッと、コッポラーッと、一度皆様に言うてみてくださりませんか。参りませんぞ。コッポラーッと、せーの、コッポラーッと。ありがとうございまする。今月一を更新した気がいたしまする。では皆様、私はこれにて退陣いたします。ぜひともこの後の柳川での旅もコッポラーッとお楽しみくださいませ。では私は退陣いたしましょう。ありがとうございました。皆様、傘のお忘れ物にはくれぐれもお気をつけて。ありがとうございました。